戦争が当たり前のこの時代、食料もトップからの指示も何もない、このような状況で戦争に行けと言われたら、あなたならどうしますか？こんにちは、女子高生 VTuber の春日陽です。今回は第二次世界大戦において史上最悪な作戦と呼ばれたインパール作戦について、またその指揮を取った牟田口蓮也について紹介します。このインパール作戦は参加したほとんどの日本兵が死亡したことから、牟田口蓮也は愚将とまで言われています。この動画は明治時代の文化やレトロな歴史に興味がある人に向けて、今日から使える歴史雑学を知ってもらうための動画です。友達や同僚、上司との会話で困ったら話してみてね。第二次世界大戦といえば原爆投下やユダヤ人大虐殺のホロコーストなどが有名だけど、無謀な戦いの象徴とまで言われたインパール作戦についてはあまり知られていないと思うんだよね。そこで今回はそんな無謀な作戦を指揮することになった牟田口蓮也の人生とともに時代を振り返っていこうと思います。今回紹介すること以外にも、このチャンネルではレトロな歴史や文化、そして明治、大正、昭和を中心に活躍した人物について紹介しているので、そういった動画を見逃したくない方はぜひチャンネル登録もしておいてね。ということで早速見ていきましょう。牟田口蓮也の生い立ち。まずは牟田口蓮也の生い立ちについて見ていきましょう。牟田口蓮也は日本の陸軍軍人です。彼は現在の佐賀市で生まれ、3人兄弟の次男でした。兄は若い頃に亡くなっているみたいです。牟田口蓮也は幼い頃に旧佐賀藩士の牟田口盛時の養子となっています。ちなみにお父さんは福地信孝という人で、裁判所書記官を務めていました。そして弟は福地秀夫という名前の人だそうです。弟は海軍機関学校を卒業して海軍機関科将校となりました。いわゆる海軍だったわけです。その中でも弟は海軍中将でした。弟は1945年の広島への原爆投下で戦死したという記録が残っています。牟田口蓮也は佐賀中学を1903年に中退しているそうです。後に熊本陸軍幼年学校、陸軍中央幼年学校へ進みました。その中では牟田口蓮也は歩兵第13連隊での隊付き士官候補生勤務を経ています。つまり自分から志願して軍人になるための訓練を受けたということですね。牟田口蓮也は1908年に陸軍士官学校に入校し、1910年に卒業しています。隊付き見習い士官、つまり見習いさんとして第13連隊に勤務した後に少尉任官になりました。少尉というのは軍隊の階級の一つで、軍隊の中では一番下の階級となります。そして牟田口蓮也は1914年から1917年にかけて陸軍大学校に在学していたそうです。陸軍大学校は当時入学するのがとても難しい、いわゆる難関校と言われていました。そんな陸軍大学校に入学するなんて牟田口蓮也はすごいですね。牟田口蓮也は下級将校時代、いわゆる優等生だったことは間違いないです。陸軍大学校を卒業してからは18年間はもっぱら参謀本部陸軍省勤務でした。典型的な軍人官僚というわけですね。若い頃から陸軍省勤務というのは当時はすごいことだったそうですよ。牟田口蓮也はこの後様々な戦争に参戦します。この後戦争や事件の話が続くので少しブルーな気持ちになるかもしれません。ですが今後の教訓として見てもらえたら嬉しいです。1937年には盧溝橋事件が起きます。実はこの盧溝橋事件ですが、後の日中戦争が始まるきっかけともなる事件です。牟田口蓮也は盧溝橋事件の当事者の一人とも言われています。牟田口蓮也は現地にいた支那駐屯歩兵第一連隊の連隊長でした。軍隊のリーダー的存在だったのですね。牟田口蓮也は同じ組織内の第8中隊が中国軍の銃撃を受けたと聞いたそうです。そのため牟田口蓮也は同じ組織の第3大隊長だった一木清直から反撃が許されます。ここで戦闘開始です。このことを受けて牟田口蓮也は自身が日中戦争の始まりを作り出したと考えるようになったそうです。牟田口蓮也だけの問題ではない気もしますよね。次に起こった戦争は1941年の太平洋戦争です。牟田口蓮也は第18師団長として開戦直後のマレー作戦シンガポール攻略戦の指揮を取りました。太平洋戦争は将来の見えないまま始まった戦争でした。様々な国との戦いで牟田口蓮也は血まみれになりながらも戦
争を指揮していたそうです。太平洋戦争で最もひどい策と言われるのがインパール作戦です。牟田口蓮也といえばこのインパール作戦が代表的です。インパール作戦については後ほど詳しくお話しするのでお待ちくださいね。さて1945年に日本は戦争に敗れます。牟田口蓮也は戦後イギリス軍がシンガポールで開いた戦犯裁判で BC 級戦犯という戦争犯罪人として罪状をかけられた一人として裁かれました。しかし悪いことはしていないとされ釈放されたようです。帰国後は東京都調布市で残りの人生を過ごしました。牟田口蓮也はしばらくの間インパール作戦に対する反省を話していたようです。彼の人生の中でもよほど印象的なことだったのでしょうね。そんな中牟田口蓮也は1962年に元イギリス軍の中佐からインパール作戦成功の可能性について書かれた手紙を受け取りました。これを機に自分を守ろうとするようになったそうです。その後はずっとインパール作戦失敗の責任を問われると部下のせいだと繰り返していたそうです。なんかそれはちょっとかっこ悪いですね。そして牟田口蓮也は1966年8月2日気管支喘息、胆肋脳症、心筋梗塞の治療中でした。その途中で脳出血を患い牟田口蓮也は77歳で亡くなりました。8月4日に調布市の自宅で行われた葬儀に参加した人は数百人ほどだったそうです。牟田口蓮也の墓所は多摩霊園にあります。多摩霊園は今でも訪れることができるので機会があれば行ってみてもいいかもしれませんね。軍隊一筋戦争一色の牟田口蓮也の人生は現代でもいろいろ参考になりそうですね。インパール作戦について牟田口蓮也の人生の中でも出てきたインパール作戦とは日本がイギリス領インド帝国北東部の都市インパールの攻略を目指した作戦のことです。このインパールは連合軍の反攻の中心地だったため日本も狙いました。インパール作戦は第二次世界大戦のビルマ戦で1944年3月に帝国陸軍によって開始されました。インパールの攻略をしようと思ったきっかけは7月初旬まで継続された炎焼ルートの遮断のためです。炎焼ルートって言われてもあまり聞いたことないですよね。当時日中戦争において大日本帝国と中華民国の蒋介石政権の対立が起きました。炎焼ルートはその時主にイギリス、アメリカ、ソ連が蒋介石政権を助けるために用いた輸送路のことです。インパール作戦は牟田口蓮也が指揮を取りました。多くの反対を押し切ってのインパール攻略となります。私はこの話を聞いてじゃあ最初から牟田口蓮也に任せなかったらよくないと思ってしまいました。しかし牟田口蓮也がインパール作戦を強行した時は一部からは期待されていたのです。なぜなら牟田口蓮也はマレー半島を急進しシンガポール島を攻略した優勝だったからです。一旦は連合軍にとっての拠点の一つコヒマまで進みます。一見日本軍が連合軍を制圧し連合軍の補給ルートを遮断したかに見えますよね。しかし日本軍は前線への補給が続きません。今回のインパール作戦はビルマからインドへ国境山脈を越えていきます。3週間でイギリス軍の基地インパールを攻略するという作戦なので多くの困難があるはずです。これまでとは状況が全然違うというわけです。いろいろな場面で被害があり攻撃が挫折しました。それに3週間の予定なので食料を3週間分しか持っていませんでした。当然長引けば食料は足りなくなっていきますよね。また急進撃をするため軽装備にしたのがあだとなり武器弾薬が足りなくなったそうです。インパールを目指して3方面から第31師団、第15師団、第33師団が進みました。第31師団は通称列、第15師団は通称祭、第33師団は通称旧と呼ばれていたそうです。彼らはいずれも悪戦苦闘します。そして早くも半分以上の兵力を失ってしまいます。この頃第一線には牟田口蓮也についての様々な噂が広がりました。どんな噂だったのでしょうか。それは作戦開始後牟田口蓮也は軍司令部がある明明から全く動かないということです。なんと3週間を過ぎても動いていませんでした。今回のような大事な作戦なら本来軍司令官は指示ができる場所に行くはずです。ではなぜ牟田口蓮也は明明から動かなかったのでしょうか。それは明明は明賀山州の高原地帯にあるビルマ第一の避暑地だったからだそうです。え、避暑地だから動かないの？と思いますよね。さらにそこには日本風の料理屋があることが分かっています。さらに芸者さんや仲居さんもいたそうです。当時軍司令官、各参謀、幹部将校にはそれぞれに専門の芸者がいました。彼らは毎日料亭でお酒を飲み芸者を自分の部屋に連れて行っていたということでしょうか。これが真実ならありえませんよね。私ならこの人について行きたいなんて思います。
思わないですね。日本兵が連合軍の激しい攻撃にさらされ、将兵が傷ついていたり、飢えと病に苦しんでいるのだから、少しは分けてほしいですよね。第一部隊は、牟田口蓮也に対して大変怒りました。そりゃそうですよね。そして、怒ったのは第一部隊だけではありませんでした。第15軍の上級司令部のビルマ方面軍司令部でも、牟田口蓮也に対して前線に出るように催促しました。正直、優勝と言われていた牟田口蓮也にとっては、耐え難い不名誉だったことでしょうね。それでもなかなか牟田口蓮也は前線に出てきません。催促に催促を重ねた結果、やっと牟田口蓮也は名名を出たそうです。それでも牟田口蓮也は急いで何かするわけでもなかったみたいです。一体何を考えているのでしょうか。この後も一筋縄ではいきません。牟田口蓮也は山高原を降りて、イラワジ川を渡りました。すると、中間基地のシュエボでまた止まってしまったのです。どうしてシュエボで止まったのでしょうか。嫌な予感がしますね。予想ができるかもしれませんが、そこには料理屋が新しくできていたそうです。さらに軍司令部と前後して、芸者、中井が名名から出てきたとか、つくづく懲りない男ですね。軍司令部は、牟田口蓮也に対して、さらに催促を重ねました。その結果、牟田口蓮也は補佐と一緒に、チンドウィン川を西に越えて、インダンジーに戦闘司令所を置いたそうです。これは1944年4月20日のことでした。第33師団がインパール作戦を開始した3月8日から44日目だったそうです。遅すぎますね。牟田口蓮也の計画によると、予定は3週間ですが、はるかに過ぎていました。これだけのんびりしていれば、3週間で終わるわけありませんよね。すでに戦力を半減した、列、蔡、邱のうち、列、つまり第31師団は、インパールの北、コヒまで、膠着して動けませんでした。蔡と言われる第15師団は、師団司令部が襲撃されて、逃げて移動していたそうです。邱と言われる第33師団は、インパール盆地の西側の山地に進出したそうです。しかし、ビシェンプール一帯の大きな防御陣地に阻まれていました。この状況に対して、牟田口蓮也は激怒しました。ついに牟田口蓮也は4月29日の天皇誕生日にインパール攻略を命令したのです。その天皇誕生日も過ぎて、各戦線はますます困難になっていきます。5月になると、インド、ビルマは雨の季節に入り、連日の降雨となります。インパールのあるマニプール州、その西のアッサム州は豪雨地帯でした。年間雨量はまさかの世界一です。状況は一層難しくなるはずですよね。牟田口蓮也は焦ります。しかし、あくまでもインパール攻略の決意は変えず、第33師団、旧のビシェンプール方面に攻撃の重点を作りました。そのため、方面軍から増強された各種の部隊のほとんどを第33師団、旧に配属したのです。さらに、軍戦闘司令所、第33師団、旧の第一線に進めました。牟田口蓮也もそこにいて、部下を激励、監視して戦わせたそうです。それだけではありません。牟田口蓮也は第33師団、旧の師団長、柳田源蔵中将を更迭しました。人事的に飛ばしてしまったのです。柳田源蔵は、この作戦の当初からの失敗を予測し、中止するように進めていた人です。きっと、最初から牟田口蓮也と対立していたのでしょうね。そして、5月11日、牟田口蓮也は参謀長、久野村東大中将と護衛兵を連れて、第33師団旧方面に向かいました。もうすでに5月も半ばに入ろうとしていますが、いつ終わるのでしょうか。5月12日、一行はインパール南道上の部落、ジュラチャンプールに到着しました。そこには旧の市長兵第33連隊の本部がありました。市長兵とは旧日本陸軍の兵科の一つで、戦争時に軍需品の輸送、補給を任務としていました。連隊長の松木熊吉中佐は、牟田口蓮也に状況を報告したのです。そして松木熊吉が、軍需品について増強を要請しました。すると、牟田口蓮也にこのように激しく怒鳴りつけられました。第33師団は、軍の補給が遅れているから前進できんというのか、インパールに突入すれば、食料なんかどうにでもなる、前進の遅れた責任を軍に転嫁するのはもってのほかだ。Q がぐずぐずしておるので、じっとしておられんから出てきたんだ。この時、牟田口蓮也は顔を赤くして怒っていたそうです。松木熊吉は、連合軍の飛行機が襲ってくる中で、自動車輸送ができないことを説明したそうです。しかし、これまた牟田口蓮也に怒鳴りつけられるだけでした。松木さん、かわいそうですね。牟田口蓮也の態度は、何を言っても受け付けようとしない感じで、強人のようでした。連隊副官の辺見文彦中尉は、このような男が軍司令官かと怒りました。辺見文彦は、松木連隊長を気の毒に思って、近づいて、要件らしいことを言って連れ出したそうです。辺見文彦、ナイスですね。牟田口蓮也の言動に違和感を感じた人は、他にもいました。それについて、辺
天美副長は後年の手記にいっそ牟田口を殺して自分も自決するといった内容を残しています。牟田口暗殺未遂の話はこれだけではありません。インパール作戦で敗北し悲惨な状況の中で牟田口蓮也の愚小っぷりに怒って暗殺を計画した話はいくつかあるみたいです。第二次世界大戦中屈指の愚策インパール作戦はこんなひどい軍司令官によって強行されたのですね。結果インパール作戦は3ヶ月余りで失敗に終わりました。撤退路の多くで将兵が飢えと病に倒れてしまったとされています。そしてインパール作戦で命を落とした日本軍将兵の数は16万人ほどと言われています。日本軍の撤退ルートは白骨街道とも呼ばれているそうです。確かに史上最悪の作戦と言われるのも仕方ないですね。このようにインパール作戦は牟田口蓮也の無理な主張により行われた作戦という説があります。指揮した牟田口蓮也に対しての非難は今でも残っています。牟田口蓮也が学歴重視の陸軍人事ルールの中では優秀な人材だったのは間違いありません。しかし学歴だけではなく人柄やリーダーシップという面で彼には劣っていた部分があったのかもしれませんね。陸軍の人事は現代の企業や経営にも通じるところがありそうです。現代の牟田口蓮也にならないように気をつけたいですね。牟田口蓮也とジンギスカン。ここまでで牟田口蓮也の生い立ちやインパール作戦での彼の横暴さは分かっていただけたかと思います。戦争の話でのブルーな気持ちが積もっている頃かと思うのでちょっと面白い話をしますね。牟田口蓮也とジンギスカンには少し変わったつながりがあるそうです。先ほど話した通り失敗に終わったインパール作戦ですが、その中にジンギスカン作戦というものがあります。これはインパールへ進行中食料が尽きそうな時のことです。牟田口蓮也は周囲から食料はどうするんだと聞かれると、兵士がビルマに行ったらそこで家畜を調達して荷物を運ばせる、荷物を運ばせた後やその最中にその家畜を食べればいいと答えたそうです。まあそれも頼みの牛や羊の大半が水死しすぐに破綻するんですけどね。そもそもビルマの牛はジャングルで長時間歩くのも荷物運びにも適していませんでした。それに牛や羊に与える餌すら十分に用意できなかったのです。このためジンギスカン作戦は全く機能しませんでした。牟田口蓮也は昭和のジンギスカンと呼ばれたようです。呼ばれていたというより自分で呼んでいたみたいですね。無謀なジンギスカン作戦を提案した本人は戦後ジンギスカンハウスという中華料理店をオープンしたそうです。よくインパール作戦の生き残りや遺族に殺されなかったですね。自分の葬式に自分は悪くないというビラを息子に配らせたという逸話もあります。そして最後まで部下に対しての謝罪を聞けることはなかったようです。最初から最後までインパクトがかなり強い人でしたね。さて今回は以上です。いかがでしたか？戦争ってどうしても暗いイメージがあるし、なかなか自分から知ろうとすることは少ないと思うんだよね。だけど絶対私たちの今の生活にも関わってくるし、学べることって多いと思うの。私は今回二度と過去の失敗を繰り返してほしくないっていう気持ちで戦争に関するお話をしました。だからこのチャンネルに興味を持ってくれた人、この動画をここまで見てくれた人がいることが心から嬉しいです。さてそれでは簡単に今日の内容をおさらいします。牟田口蓮也は陸軍のエリートだった。インパール作戦は太平洋戦争で最もひどい策として語り継がれている。牟田口蓮也は当初期待されていたものの、蓋を開けたら横暴だった。最後まで部下に対する謝罪はなく、かなりインパクトの強い人生だったということでしたね。このようにこのチャンネルではレトロな歴史や文化、明治、大正、昭和を中心に活躍した人物について紹介しているので、チャンネル登録がまだの人は今すぐポチッとしておいてくださいね。